皆さんこんにちは。エチオピアは南部首都アディスアベバから800キロ約2日間かけて来ました。ここ、有馬村ですね。ハマ族という民族の方々が住んでるんですけど、ご覧ください。ここに来た理由はですね、ミンギというカルチャーがありました。ミンギというのは、前歯が欠けた子、あと逆子の子供、逆子で生まれた子供、あと親が結婚してないのに生まれた子供、そのような子供たちは悪霊に取り憑かれているということで、殺されてしまいます。そのような文化がありました。どのように殺されるかというと、ジャングルの口に放り込まれたり、あとはワニの餌になったりですね。ワニの餌になったりするという文化がありました。つい最近までです。で、アメリカの団体が5、6年前に立ち上がり、そのような子供たちを引き取ってですね、別の町に連れて行って、育てています。で、それ、エチオピアの政府も民儀の文化をなくそうと、そういう法律を定めて、民儀という文化がやっとなくなったところです。それが5、6年前ですね。5、6年前、そのアメリカの団体のおかげで、何百人の子供たちが救われました。救われています。なおです。この村では今はもう民儀という文化は残ってないと言っていますが、100%、完全になくなったとはまだ言えないような状況ですね。それは法律ができたとか、団体が立ち上がったとか、そういうことで塞がるような感じではないと思います。あまり長くビデオ撮れないので、あとちょっと一つだけ、伝えておきたいのは、もうこの場所自体がちょっと有名にビジネスになっていて、写真を撮ると彼らは、お金と言ってきます。マニーと言ってきますね。自分たちを売ってお金にしたいのか、私たちのことを写真撮ってお金ちょうだいと言ってきますね。数多くのヨーロッパのツアー団体がここに訪れてきています。そのような状況です。以上、エチオピアは南部、有馬村ハマ族でした。バイバイ。